アクオスフォン ST-SH-07D を新規購入した場合やオールリセットした場合に初期設定が必要です。購入時、初期設定をショップ側が行う場合もありますが、ここではユーザー自身で行う手順を紹介します。では本体の左側面にある電源ボタンを長押しして電源を入れてください。起動するまでにいくつかの画面が表示されます。最後にこのようなロック解除画面が表示されます。鍵のボタンをタッチしてロックを解除してください。初期設定画面が表示されます。この時、ドコモサービスの初期設定画面が表示される場合があります。この設定は映像後半で紹介します。この初期設定画面で設定する項目は5つあります。プロフィール設定、 Google アカウント、位置情報サービス、 Wi-Fi 設定、そしてホーム切り替えです。では初期設定を始めますので、次へをタップします。このプロフィール設定で詳細項目を設定するには、プロフィール設定へをタップします。生命はもちろん、追加したい電話番号やメールアドレスなど自分のプロフィールを設定できますが、しなくても OK です。ここではこのまま次へをタップします。今度は Google アカウントの設定です。設定するには、Google アカウント設定へをタップします。すでに Google アカウントを取得している場合は、既存のアカウントをタップします。別に取得したり、初めての方は新しいアカウントをタップして、新規に Google アカウントを取得してください。ここでは取得済みとして進めますので、既存のアカウントをタップします。この時、入力方式の切り替え方画面が表示されます。ここでは以後表示しないをチェックして、閉じるをタップして、この画面を消しておきます。このログイン画面で取得済みのメールとパスワードを入力します。メールアドレスはアットマーク前までを入力すれば OK です。入れ終わったらログインをタップしてください。ログインが完了すると、 Google プラスに参加する画面が表示されますが、ここでは今は設定しないを選びます。次のバックアップと復元画面では、 Google アカウントでこの端末を常にバックアップするのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、次へをタップします。ここで先ほどの2番目の Google アカウント画面に戻りますので、このまま次へをタップします。3番目は位置情報サービスです。 GPS 機能を利用したり、 Google の位置情報を使う場合はチェックします。ここでは2つともチェックしますので、それぞれ表示される確認画面で同意するを選び、次へをタップします。
次は Wi-Fi 設定となります。設定するには Wi-Fi 設定へをタップします。ここでは設定しませんので、戻るボタンをタップし、次へをタップします。最後はホーム切り替えです。ここでは3ラインホームに変更しますので、ホーム切り替え設定へをタップします。そして3ラインホームを選び、戻るボタンをタップしてください。先ほどの画面に戻りますので、ここで完了をタップします。すると確認画面が表示されますので、ここではいいえを選択します。続いてドコモサービスの初期設定画面が表示されます。この作業は6ステップあり、進捗状態が画面下に表示されます。まずは進むをタップします。アプリ一括インストール画面となります。インストールするが選ばれていることを確認して、進むをタップしてください。次のドコモアプリパスワードの設定画面では、このまま進むをタップします。今度は位置提供設定画面となります。ここでは位置提供オフのままで OK ですので、このまま進むをタップしてください。次はプリインアプリ利用状況送信画面となります。利用状況を送信するが選ばれてますので、このまま進むをタップします。この設定完了画面が表示されたら終了です。 OK をタップしてください。画面は3ラインホームの使い方に変わります。右下の利用するをタップすれば、3ラインホーム画面が表示されます。またこの初期設定はいつでも設定し直すことができます。設定するには最上段から下へクリックして、ステータスパネルを表示します。一番左の設定を選び、表示された設定メニューの一番下にある初期設定をタップしてください。初期設定画面が表示されます。